カルミラ島で龍谷の砂時計を見つけた直文、波を警戒し女王の協力も得て万全の体制を敷かせる。現れた巨大な魔物に苦戦する直文たち、一冒険者として参加していたラルクたちとのコンビネーションでこれを倒すの。まだ波は終わってないのよ。次回、異世界の守護者。なんでこう、直文様って裏切られてばっかりなんでしょう。